これも大事ですね。すみません、ちょっと待ってくださいね。はい。口説けですね。おはようございます。おはようございます。これで大丈夫。これで出かけられます。はい。大丈夫ですね。はい、すみません。延長しましたね。延長。ここで延長で。はい、延長しました。これで延長しました。はい。それでは、行きましょうか。今日はですね、ごめんなさい、自転車。今日は自転車配信ではないんですね。なぜかというとですね、自転車配信はちょっと声が、聞きにくいというか、声がですね、入りにくいんですね。で、そうですね。はい。7月21日金曜日、あなたたちの耕作地を開拓せよ。茨の中に種をまくな。エレミア4の3。Your hearts have become hard, like unplowed ground, where thorn bushes grow. Your hearts have become hard.Like unplowed ground, where thorn bushes grow. あなたたちの耕作地を開拓せよ。茨の中に種をまかに。そうですね。この見事はちょっと、難しいですね。はい、それではですね。今日いい天気ですね。今日いい天気です。ラドインプさん、おはようございます。なんでラッパーみたいな格好なんですか？これ、ラッパーみたいな格好なんですか？ これはジーザスレインズの、ね、ジーザスレインズの、T シャツです。ちょっと今日は天気が良くて、画面が明るくてよく見えない。ございます。ハレルヤ。キューちゃんは僕は信仰で選択されました。アメン。アメン。そうですね。ユウさん、おはようございます。はい。やはり自転車配信はですね、ちょっと声がうまく入らないということと、それからあまりコメントが読めないということで、たまにやるならいいかもしれませんが、やはり、電動という形では、ちょっとなかなか、なんかこういう、ありがとうございます。なんか線路ってなんとなく何かを感じますね。線路って何か。哀愁、郷愁か哀愁かを感じます。にゃこさん、ございます。にゃこさん、ございます。YouTube ライブ、朝しばらくしなくて申し訳なかったです。
そうですね。今日の御言葉、ね、行きましょうか。今日の御言葉、エレミアですね。エレミア、そうですね。エレミアはですね、イスラエルが北と南に分裂しているときに、その南の方の、南ユダ王国の、まあ、預言者としていました。キューちゃん、若く見せるのは朝散歩しているからかもしれない。そうですか。そして、エレミアはですね、まあ、警告して、ね、南ユダがですね、神様に対して罪を犯して、まあ、補修されるよと、ね、補修されるよと警告して、悔い改めを求めている預言者です。そして、今日の御言葉はね、その開拓地に種をまけた、茨の地に種をまくなということですね。まあ、それをどのように理解するかということなんですが、ちょっと休みます。はい、ちょっと休憩します。いい天気です。いい天気ですね。水分補給してください。はい、ありがとうございます。まあ、その常識的にですね、農家の人が種をまくときに、まあ、草ぼうぼうのところにですね、まあ、種をまいてもよく育たないでしょう。当然、こう、耕してですね、耕して、その畑として用意された土地、まあ、そういうところに種をまきますよね。まあ、イスラエルがですね、まあ、イスラエルがもし補修されるならば、バビロンに補修されるならば、それは、イスラエルは、まあ、なんて言うんでしょうかね、神様によって祝福されたような発展はしないということです。イスラエルは散らされます。散ったらば、そこに種をまいても、違法の地では実を結びません。今、イスラエルという国が69年前にできて、そして、今非常に農業が盛んなんですね。農業が非常に栄えていて、ヨーロッパに果物や野菜を輸出している国となりました。まさにイスラエルは今世界中から集まって、イスラエルのカナンの地、約束の地ですね。約束の地で、まあ、農業が発展しています。イスラエルは農業だけではありません。工業も発達し、また IT も発達しているという驚くべき奇跡的な国です。しかし、それは旧約聖書に予言されています。そして、まさに、神様の祝福の中で、神様の祝福の中で、イスラエルの奇跡的な血と蜜の流れる地、血と蜜の流れる地という表現があるんですけど、イスラエルは非常に祝福された国として今発展してるんです。これからももっともっとイスラエルは発展します。イスラエルは発展しますが、
アミリさんによると、エゼキエル戦争というのが起きます。エゼキエル戦争、つまりロシアと、イランとトルコがですね、イスラエルに攻め込むという戦争が起きますので、そういう意味では、イスラエルは発展しますので、そこに、ロシアがですね、攻めてくるという、そういう、予言がエゼキエル38章にあります。皆さん、これを今、新約のクリシャンに適用するとどういうことになるかというと、多くの人はですね、この世に種をまいていますね。この世に種をまいています。この世の中で生きていこうとするわけです。しかし、そこは、うまくいかない。多くの人が人生がうまくいかないのは、この世に、種をまいているからです。じゃあ、ロシアが侵略してきたらどうすればいいんですか？エゼキエル39章に、神様が、イスラエルに攻めてきたロシアを壊滅させる。壊滅させるっていう予言がありますから、菊池さん、全然心配いりません。心配いりません。そして私たちは、ある意味ではこの世から出て、茨である、茨の地である、この世から出て、神の国、信仰によって生きるようになりました。それは神の国に私たちは種をまいていると言ってもいいでしょう。キリストさん、私たちは今この世に種をまいているのではなく、神の国に種をまいているのです。神の国に種をまいています。つまり私たちは、神様の力によって、その霊的な作物、霊的な実が今成長しているんです。神の国に蓄えているんですね。そうなんです。神の国で私たちは、良い実を30倍、60倍、100倍。私たちは信仰によって神の国で種をまいているんです。イスラエルも、ライフさん、おはようございます。イスラエルもイエス・キリストを信じるならば、もっともっと素晴らしい霊的な実を結ぶでしょう。しかし、イエス・キリストを信じないなら、アザミに種をまくことになるんです。伝統してもっともっと種をまいて豊かにしたいです。アメン。アメン。皆さんはどこに種をまいてるんですか？どこに種をまいてるんですか？この世にまいても、良い実は結びません。良い実は結びません。皆さんがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、神の国で種をまいてください。ライスさん、昨日はどうも。はい、昨日祈り会がありました。そういうわけで、皆さん、今私たちは日本という国を開拓しています。私たちは伝道することを、開拓というような言い方をします。開拓。スズメが歓迎している。私たちは日本を開拓しています。
アザミが入る国、日本を開拓して、開墾し、開拓して、日本のですね、地に種をまいています。しかし皆さん、種が芽を出ると、芽を出すためには水が必要です。その水が精霊様ですね。恵みの雨、精霊の雨が降って初めて、芽が出るのではないでしょうか。今、皆さんは御言葉を聞いて、その御言葉が皆さんの心の中で、芽を出して成長してほしいのです。皆さんの心が、そのいわちの心や道のような心ではなくて、柔らかい開墾された心でいてほしいのです。僕が信仰の花を咲かせることができたのは、ごめんなさい、ちょっとこう、油注意のおかげです。アメン。そうですね。キュちゃんの放送は僕にとって肥料的な存在です。アイキュさん、ありがとうございます。作物が成長するには、水と光と肥料が必要ですよね。皆さんは油注ぎによって命の水を受けています。御言葉はまあ肥料と言ったらいいでしょう。御言葉を聞いて、それが栄養になります。御言葉は霊的な栄養なんですね。御言葉は霊的栄養です。高橋さん、オハです。茨の中に種をまいてはいけないんですね。そうですね。花を咲かして実をつけて、リバイバルが起こってほしいです。そうです。日本にですね、日本に、日本の地が良い地となって、どんどん作物が芽を出して成長して実を結んでほしいのです。キュウちゃん、やはり桜の開花はリバイバルの素晴らしさを表しているんでしょうか。はい、表しています。はい、中牧師的に蓮舫さんは議員を辞めるべきだとお考えでしょうか。いや、蓮舫さんのことはよく知らないんです。自民党よりもいいと思います。自民党よりもいいと思います。蓮舫さんのことはよく知らないんですが、ぜひ民進党が政権を取ってほしいと思います。僕は辞めるべきではないと思います。菊池さん、
イスラエルがイエス様を受け入れることを祈ります。アメン。それはすごく大事なことですね。イスラエルがイエス様を受け入れる。そこにですね、イスラエルの新しい命があります。考えてください。イエス様はイスラエルのメシアです。イスラエルの神様なんですね。イエス様はイスラエルの神様です。ですから、イスラエルこそイエス様を受け入れるべきなんです。そこに、世界の素晴らしいことが起きます。ちょっとその部分、聖書を読みますね。ローマ11章ですね。ローマ11章。ですね。11章10節では尋ねましょう。彼らっていうのはユダヤ人ですね。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上にどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから、自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることではなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全部が清いのです。実が清ければ枝も清いのです。もし枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝が折られたのは、私が継ぎ合わされるためだ、とあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。もし神が唾液の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを、倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなた方がその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければ、あなたも切り落とされるのです。彼らであっても、もし不信仰で続けなければ、継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わせることができるのです。はい。イスラエルが、オリーブの木ですが、そのカットされてですね、カットされて、そのオリーブの木に異邦人が接ぎ木されているという構図ですね。イスラエルの不従順が
その世界の誤解だったら、イスラエルの従順は世界の復活という、ね、ですから今イスラエルがですね、物理的に回復してますけど、もうすぐ霊的にイエス・キリストを信じる国となります。その時世界に驚くべき祝福が来ます。世界に驚くべき祝福が来ます。ここにあるようにですね、彼らの違反が世界の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなに素晴らしいものをもたらすでしょう。イスラエルの完成、イスラエルがイエス様を信じて完成するということです。そうすれば世界はどんなに素晴らしくなるかということですね。ですからイスラエルのために祈るのです。なぜイスラエルのために祈るんですか。それは世界のためでもあるんです。日本のためでもあるんです。あら、今止まっちゃった、大丈夫かな。ですからぜひ皆さんイスラエルのために祈ってください。ゆうすけさん、今日も聖霊の満たしが欲しくて来ました。アメン。そうです、皆さん、油すぎを求めてください。油すぎを求めてください。僕は日本人なので日本の罪を悔い改めてイスラエルのために祈ります。アメン、アメン。どうしてイスラエルに注目するんですか。大丈夫ですよ。ありがとうございます。それはイスラエルがこれから、イエス・キリストを信じるようになっていきます。そしてイエス・キリストを信じると世界が変わるんですね。イスラエルがイエス・キリストを信じると世界が変わるんです。ユースケさん、旧牧師、皆さんおはようございます。今日も聖霊の満たしが欲しくて来ました。タクヤさん、おはようございます。アメン。イエス様は日本を愛しています。日本人もイエス様を愛しましょう。日本とイスラエルが、クリスチャンがすごく少なくて、日本もイスラエルもクリスチャン人口が1%弱。延長しました、ありがとうございます。延長しました。はい、終わりの時代は日本とイスラエルが救われるところから、世界が祝福を受けるという、そういうスケジュールになります。そういうわけでイスラエルのために祈るということ、日本に伝道するということはとても大事なことだということですね。ユースケさん、イスラエルを祝福する者は祝福を受ける。イスラエルを祝福する者は祝福を受ける。そうです、皆さん、ます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 イスラエルのために祈ってくださいね。それでは明かしタイム行きましょう。明かしタイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、この世に種をまかないで神の国に種をまくようになった証。イエス様を信じて、ハルさん、おはようございます。イエス様を信じて、
イスラエルが救われたらば、世界が多く祝福されるということが分かったかし。イエス様を信じたらば、神様はイスラエルを通して世界を祝福しようとすることが分かったかし。スタート、スタート、スタート。自分が平和ならみんなが平和になっていく。あ、いいですね。自分が平和ならみんなが平和になっていく。イスラエルを憎む、呪う者は呪われて、祝福する者は祝福されると分かった。菊池さん。求めをさらば与えられん。信仰し続けたいと思います。春さん、アメン。神の再臨でこの世は終わると思う。そうです、イエス様の再臨でこの世は終わるんですね。イエス様の再臨でこの世は終わります。新しい世が来ますね。新しい千年王国という世が来ます。皆さん、ぜひイエスキリストを信じて千年王国を、入りましょう。千年王国に入りましょう。菊池さん、天国に行く方法が分かった。天国に行く方法が分かった。主がイスラエルを祝福するときにイエス様が来られるようになります。夏祭り対抗配信によっさんが来ますか。土曜日ですね。土曜日に来る予定ですね。予定です。拓也さん、新しい世に私も行けますか。イエス様を信じるから大丈夫ですよ。イエス様を信じて信仰で歩めば大丈夫です。日本とイスラエルの共通点がある。そうですね。イエス様を信じて自閉症が治りました。イエス様を信じて自閉症が治りました。キュウちゃん、日本にイスラム教のモスクが増えてるそうですが大丈夫でしょうか。祈る必要がありますね。祈る必要があります。でも心配いりません。イエス様が一緒にいます。心配しなくても大丈夫です。にょこさん、この世はサタンが支配しているので、御国に、ごめんなさい、ちょっと間違えた。御国に行けるように、たくさんの方が救われるように種をまいていきたいです。
最近救急車が通るとその方が癒され天につながるように祈っています。それは素晴らしいです。それは素晴らしいです。日本から偶像が取り除かれるようになります。日本から偶像が取り除かれるように取り除かれるようになります。そうですね。ゆうすけさん、東亜市に燃えてはいけないと思いました。そうですね、東亜市に燃えてはいけません。はい、それではですね、帰り道行きましょう。はい、ちょっと景色を。むくげの季節ですね。ゆすくさん、みおこさん、僕もそうすることが多いです。いいですね、そうすることっていうのは、あの救急車が通ったらですね、そのまあ怪我とか病気の方のために祈る、それはいいことですね。私たちはすべての機会を通してすべての機会のに祈るですね。聖霊様がですね、聖霊様が何を祈るか教えてくれます。聖霊様が絶えずですね、祈ることを導いておられます。何の話でしょうね。聖霊様がですね、私たちが、私たちは聖霊様に導かれます。聖霊様が 何を言おうとしているのか、人間を傾けてですね、私たちは聖霊様の導きの中で歩もうではないでしょうか。聖霊様の導きの中で祈り、そして良い働きをしようではないでしょうか。高橋さん、今の日本は茨だらけですね。今の日本を開墾するのは、木の板を使用するのが最も効率が良いと思います。木の板ですか、どういうことかな。キューちゃん、水分補給大丈夫ですか。はい、放送前にあの飲みますから大丈夫ですよ。今日はでもやや涼しいです。今日はやや涼しいです。Thank you.
今朝はですね、自転車じゃなかったんですね。ごめんなさいね。やっぱり自転車はですね、もうちょっと準備しないとダメかもしれませんね。まあ、ちょっと日が照ってきました。すぐ日陰に入ります。はい、ありがとうございました。そうですね、私たちは神様のご計画を知って、この世界がどうなっていくかをあらかじめ知らされています。多くの人は何も知りません。多くの人は何も知りません。私たちは真理を知っているんです。皆さん、自己主張はすっきりしてらっしゃる。ありがとうございます。皆さん、私たちは、真理を知っているんです。真理を知っています。ですから皆さん、喜びましょう。真理を知っていることを喜びましょう。そして、ますますですね、真理を求めましょう。にゃおこさん、イスラエルにリバイバルが起こると同時に、世界でもリバイバルが起こるように、もちろんこの日本にも。アメン。アメン。その通りです。素晴らしいことが起きると信じましょう。素晴らしいことが起きる。神様の終わりの時代。体調本当に大丈夫ですか？はい、すいません。素晴らしいことが起きると信じましょう。イスラエルの回復とともに、イスラエルの回復とともに、素晴らしいことが起きると信じましょう。皆さんは真理を知っているんです。真理のうちを歩みましょう。真理のうちを歩むのです。そして私たちは、そのますます光の中、真理を知るというのは光を受けるような感じですから、ますます光の中に入ることができます。一緒に日本を取りなし、世界を取りなし、イスラエルを取りなししていきましょう。私たちは用いられるために選ばれたんです。イエス様に仕えるために選ばれたんです。聖書にある予言は必ず成就しますね。セスコさん、アメン。神の言葉は必ず成就します。イエス様の言葉を必ず成就します。ですから、神の言葉により頼んで、神の言葉により頼んで歩むのではないでしょうか。皆さん、私たちは、素晴らしい御言葉を与えられたんです。本当に価値がある、本当に価値があるものを、受けているんです。はい、それじゃあ皆さん、また今日ちょっと早いですけど、今日の夜8時にまたお会いしましょう。それではシャローム、シャローム、良い一日を、良い一日を、シャローム。日本にも祝福と油注ぎを求めます。皆植え替えています。アメン、シャローム。